ウエスタン、または、Once Upon a Time in the w a s t は、1968年制作の、イタリア・アメリカ合作映画、セルジオ・レオーネ監督作品。黄昏の西部開拓時代を舞台に、当時の人間模様を滑車した、大作群像劇である。レオーネの代表作であるのみならず、西部劇の金字塔として高く評価されている。この作品から、夕日のギャングたち、 ワンスアポのアタイムイン、アメリカまでを、それまでのドルバコ三部作に対して、ワンスアポのアタイム三部作と呼ぶこともある。荒野の用人棒、夕日のガンマン、俗、夕日のガンマンの、いわゆる、ドルバコ三部作を撮影し終えたレオーネは、もう西部劇というジャンルでやりたいことは、すべてやり尽くしてしまった、として新しく禁止法時代のユダヤ人ギャングを描いた映画を制作しようとしていた。 しかし、ハリウッドがレオーネに期待したのはあくまで従来のマカロニウェイスタンでしかなかった。当初、ドルバコ三部作の配給会社であったユナイテッドアーティストは、チャールトン・ヘストン、カーク・ダグラス、ロック・ハドソンたちが出演する映画制作を打診したが、レオーネは気が進まなかったのでその申し出を辞退した。しかし、パラマウント映画がヘンリー・フォンダが出演する。 映画制作のオファーを出した時にはそれを受け入れた。パラマウントが提示した潤沢な制作資金が魅力的であったことの他に、ヘンリー・ホンダがレオーネの敬愛する俳優であったことが、レオーネの心を動かしたと言われている。レオーネは新映監督のベルナルド・ベルトルッチと、当時まだ映画評論家であったダリオ・アルジェントに映画の原案を委託した。 彼らは、レオーネの自宅で、マヒルの決闘や、大サージンといった、西部劇の名作を鑑賞しながら、本作プロットを練ったという。そのためか本作はこれまでの娯楽性を追求した、レオーネのドルバコ三部作と異なり、登場人物の心境の変化や、作品のテーマ性により、フォーカスを当てた構成、いわば伝統的な西部劇スタイルへの回帰が見られると、される。 アメリカの両親を体現してきたヘンリー・ホンダが悪役を演じることに抵抗を感じた観客が多かったアメリカでは期待されたほどのヒットにはならなかったもののヨーロッパや日本では大ヒットし、それらの国におけるレオーネの評価をさらに高めることになった。2005年にはアメリカの雑誌タイムによって映画ベスト100中の一本に選ばれた。本作を見たジェーン・ホンダは 父ヘンリーが告白非道な殺し屋のボスを演じたことが、自分と弟ピーターそして自殺したカーたちへの謝罪だと、漢字涙を流し一人のファンとして、ヘンリーにファンレターを出した。ちなみにクラウディア・カルディナーレはジェーンより一歳、年下である。物語は、物寂しい西部のアリゾナ州にある駅から始まる。駅のホームで何者かを待ち受ける屈強な三人の族。 そこにハーモニカを吹きながら、ひょうひょうと現れた先住民のガンマンは、早打ちで、族たちを倒した。舞台は変わって、荒野の真ん中にある、スイートウォーターと名付けられた一帯に立つ一軒家、そこでは開拓者のブレッド・マク・ベインが亡き妻の後に、ニューオーリンズで高級商婦だったジルをめとり、本妻として、家族総出で迎え入れる準備をしていた。 しかし突如として現れた霊国非常で、凄腕ガンマンのフランクとその手方つによって、マクベイン一家は皆殺しにされてしまう。さらにフランクは、偽の証拠を現場に残すことで事件を、山賊のシャイアン一味の仕業に見せかける。ニーズマとなるはずだったジルは夫を殺した人味への復讐と、女一人で西部で生きていく決意をする。フランクが一家を殺害したのは、 その一家の土地を奪い取ろうとする鉄道大モートンの差し金だった。事件の真相を探ろうとする賞金首のシャイアンとフランクを付け狙うハーモニカは美しい未亡人ジルと彼女の財産を守るために協力し合う。土地をめぐる莫大な利権に裏切ると思惑が交差し、あるものはのたれ地に、あるものは目的なかばで力尽きた。ジルの前に現れた男たちは、 問い死に阿刀を打ち線路が開通し新しく発展するであろうジルの町を見ることなく消え去っていった。ウエスタンはレオーネの後期作品群であるワンスアポンアタイム三部作の第一作目に相当する作品である。三部作の間に話の繋がりは存在しないもののいずれもレオーネなりに解釈した西部開拓時代から近代社会までのアメリカという共通のテーマを。 扱っている。レオーネは当初本作品を自身が監督する最後の西部劇映画だと認識していた。ウエスタンには、レオーネの西部劇への決別の意思とともに、当時前世紀を終え徐々に衰退しつつあったハリウッド製西部劇への愛席の念が込められていると、される。作中には、実際に過去の西部劇の名作からの引用が多くなされている。 それまでの賞金稼ぎや無法者たちが活歩するドルバコ三部作の世界観と異なり、ウエスタンの舞台はフロンティアが消滅しつつあった西部開拓時代末期である。映画に登場するハーモニカ、フランク、シャイアンの三人のガンマンたちは単純な西部劇の英雄や悪巻ではなく、時代の流れにこうしきれず居場所を奪われた男たちとして描写されている。本作品では、 鉄道が彼らに西部開拓時代の終わりを告げる象徴的存在として登場している。また、ウエスタンはそれまで映画中に女性をあまり登場させなかったレオーネが初めて本格的に女性に焦点を当てた作品でもある。クラウディア・カルディナーレ演じる貴重な未亡人ジルはそれまでの西部劇に多く見られたような悪党に苦しめられ助けを待つか弱い女性ではなく、 はっきりと独立した意志を持った物語の中心人物として描かれている。ありがとうございます。